市立御前崎総合病院では、部署ごとに医療機能の充実や経営改善に向けたアクションプランを策定しています。6月16日金曜日、令和5年度の目標発表会が行われました。この発表会は年に一度行われ、御前崎総合病院の全33部署から、その年の注力目標、意気込み、決意が発表されます。今年度の全体目標は、医師の働き方改革、経営形態の見直しや効率化、広域病院の連携強化など6項目です。今年は柳沢市長、鴨川副市長を招き発表会が行われ、病院経営の現状やアクションプランを共有しました。内閣の内藤です。よろしくお願いいたします。まず、保護者の紹介から入ります。一般の外来に関しては、藤田先生が消化器外来担当ですので、金曜日、やっております。で、循環器外来が、福井ちゃんの甲斐先生、および私が金曜日やっております。目標としましては、先ほどお話したように、上記医の高橋先生が、常勤退職してしまいましたので、3名から2名に常勤が減ってしまいましたので、自らの心身の健康を保ちつつ、患者数のある程度の維持を目指すことを目標にしております。私は、救急外来主に見てますので、タカとか、中等院、菊川病院、最近は灰原病院も連携してますということで、意気込みとしては内視鏡検査治療の成績向上を図る、敗血症性ショック等の重症患者もいますので重症救急患者の救命率向上を図るということを意気込みとします。以上です。白和クリニックから来ました吉野です。白和クリニックとしては、診療訪問診療を含めた外来診療訪問診療の診療業務と、あとリハビリとして県警の外来リハビリ訪問リハビリという、診療リハビリの2本立てプラス研修医学生の教育っていうところを、主な、目的として業務としてやっています。年齢こだわらず何でも患者さんに来てくださいということで、御前崎病院の先生の皆様とのサポートをいただいているということで、なので、部署目標としてはもちろん患者さんの増加を目標とはするんですけれども、白和カフェというような形で地域の住民を対象とした教育をやっていきますし、学生の指導をというふうなところにも充実させていくということで、意気込みとしては、診療頑張りますということと、あと家庭の養成を頑張りますというところで頑張っていきたいというふうに思っています。以上です。一つ一つのですね、症例、患者さんのことを大切に診療することで、皆さんの信頼を得てですね、御前崎病院をきちんと利用していただいて、で、皆さんの健康増進に努めていく、私たちの姿勢を見せることで、病院の改善になっていくんだろうなと思っています。病院として、どういった御前崎病院にしていきたいですか？御前崎市はですね、やはり高齢者の方が多いですので、高齢者の方が安心して暮らせるような、そのお手伝いができる病院にしたいというのを職員一丸思っております。